相方に誕生日プレゼントあげてみたっていう動画をね、ありがとうございます。はい、はい、開けました。え、ありがとう。え、これほんまにくれんの？これドッキリとかじゃなくて、めっちゃいいやん、嬉しい。はい、今ね、はい、勝手に回したんですけど、はい、突然回したんですけど、何何、はい、まあ動画のテーマ通り相方に誕生日プレゼントあげてみたっていう動画をね、ありがとうございます。はい、で実はね、マジの誕生日がもうパーフェクトに自粛期間中、そうでした、緊急事態宣言下に迎えちゃって、うん、まあやっぱりこうもうね、半年ぐらいチャンネル協力、ね、して作ってきた中なんで、プレゼントぐらいあげたいなっていう企画を用意したんですけど、まあできなくて、まあ今6月今日が5ぐらいかな、うん、に、まあ、あげることになったんですけどね、はい、それもあげていこうっていう感じですね。で、いきなり回しちゃいました。僕はめちゃめちゃ今日声張ってますね。はい、めっちゃ頑張ります。はい、なんですけど、せっかくこれやっぱね、女性がめっちゃ見てくれてるんですよ、僕らのね、あのユーザーさん、本当女性の方多くて 75% 女性が見てくれてるんですね。細かい数字までありがとうございます。はい、なんでやっぱ女性の方にね、そんなんくれるのは森和みたいなのちょっと思われたんでちゃんと純粋にちゃんと選んでます。そういうあの下心を 90% くらいじゃないですか。大丈夫です、大丈夫です、大丈夫ですか。ちゃんと女性がもう誰しもが見てる人も喜ぶようなものを用意してます。はい、まず1点目ね、これはね、もうね、好きなの知ってたんですよ。これをもう使ってるのも知ってた、好きなのも知ってたっていうね、はい、動画も撮ったんで、はい、これですね、じゃん。はい、これね、クレンジングオイル、シューウェブラのアルティム100無限、じゃ、無…え大事なところ、アルティム8無限、そうですね、アルティム8無限みたいな、そう、アルティム8無限、これ出ました、ありがとうございます。開けてみてください、これね、ほんまにこれ中身あるやんな、お菓子入ってるとかないやんな。それ僕がよくやるやつイエーイ、本物ですね。これはもう以前の動画でもね、いただきました、ね、これあげました。もうあれやんな、もうこれあげといて大丈夫みたいな、うん、なってるんだ。そう、そう、でも、はい、もっとこう、もう、うわ、プレゼントみたいな、うん、ちゃんと大きさ的にもクオリティ的にも、もの自体にもすごい、うわ、これぞプレゼントみたいな感じのものを用意しました。これ女性は喜ぶと思うんですね。何だと思います？何やろね、これも化粧品でもない。最近スキンケアも興味ある。僕はもう今エステやなんなりしてるんですけど、やっぱりそう、そこに基づいてきますね。綺麗な人にね、女性向けのチャンネルってことでやったら、もうこれですよ、じゃん。パナソニックの、スチーマー&カッサー付き、これです、これですね、これ。はい、ありがとうございます、素晴らしい。これね、カッサー付き、素晴らしい。これ、え、これめっちゃいいやん。スチーマーアップはちょっと開けてみてください。え、開けるわ。え、いいの開けて。本物です、本物です。本物？はい。しかもなんかついてるやん、これ。何ついてる？カッサ、カッサ、音感カッサ、うん、あのリンパ流すやつ。はい、開けますね。はい、どうぞ。開けますよ。色がね、めっちゃ高級感あるんですよめっちゃいいよ。さすがのチョイスですね。はい、どっちかというと僕も欲しい。はい、開けました。え、ありがとう。え、これほんまにくれんの？これドッキリとかじゃなくて。おぉ、ほんま入ってるわ。ちょっと待って。おぉ、あ、ちっちゃい、意外と。こっからあれやな、スチームが出てくる。嬉しい、ナノケアの。いや、パナソニックさんのやつすごい欲しくて。これすごいいいと思いますよ。女の人にあげると比較的喜んでもらえる、うん。え、なんかさ、一家に一台あったらいいんじゃないの、これ。って思ってんだけど。あ、そうなんですかね。ずっと欲しかったから。これね、あげることによってね、あの魔女も得するし、僕も得するし、視聴者さんも得するんですよ。なんで？魔女はもらって嬉しい、うん、で、僕はより綺麗になった人を撮れる、うん、うん、これも嬉しい、うん、で、視聴者さんもより綺麗になった人を見ることができる、うん、だからみんなウィンウィンウィンなんですよ、これ、ね、3ウィンね。はい、魔女が綺麗になるってことはみんなにとってプラスっていう。へぇ、すごい。スチームと音感カッサのダブルの音感で、はい、心地よいエステ体験。お化粧する前も、うん、風呂入った後とか朝起きてからとか、ね、いろんなとこで使えるって言ってました。最高やな。はい、なんでも最高ですね。それがカッサーが入ってます。これ探すカッサー？カカカカ。もう全然わかんない。え、私ずっとカッサー欲しくてですね、いろんなお店で買いかけてたんですけど、こうカッサーの用途が僕はいまいちわかんないんですよ。あのね、血流良くしたりするのよ、リンパ的な。そう、リンパ流したりとか。おお、あ、なるほどね。ガチカッサーみたいな。ガチカッサー、これこうやって。へえ。それは小顔効果とか。顔とか足とか。へえ。なんかむくみを取ったりとか。なるほどなるほど。嬉しい。はい。これいいっすね。でも意外とちっちゃいですね。僕もうちょっと大きいもんだと思ってました。ほんま？はい、でもこっからシュファーって。はい。またね、こう使ったレビュー動画はレビュー動画で別で撮ってもらおうと思います。せっかくなんでね、プレゼントであげたんで動画の材料にしてもらおうかなと思って。
僕は今回このためだけに動画回しました。急に回し始めたから何喋ってんやろって思った、はい、正直シュウエムラはどうでもいいんですよ。はい、嬉しい、ありがとうございます。まあ、4月、ね、でも6月まで、まあ、約2ヶ月遅れたっていうことで、まあ、2つってことですね。あ、そういうこと？ぜひ、はい、そういうことやったんですね。はい、わーい、ありがとうございます。今回の動画はね、そんな感じです。はい、この動画がね、もうね、すごい森和すごいと思った人はあのグッドボタンとチャンネル登録してください。いや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 、はい、そう、お願いします。はい、はい、これではでは、ありがとうございました、はい、森和選手。いえいえ、これを使ってとびっきり綺麗になって皆さんに還元しようと思います。はい、ではでは本日はこの辺でおしまい。